い、どうもこんにちは。ガスタースティーブンです。さあ、2014年もそろそろ終わりということで、早速ですがやっていきましょう。題して、俺なりのこの漫画がディモールとベネ2014。というわけで、この動画は今年買った漫画の中から僕の金銭に触れた作品をランキング形式で紹介するという動画です。いや、画期的ですね。この漫画がすごいみたいなね、誰も思いつかないんじゃないかな、こんなこと。まあ、ランキングって言っても割とふわふわしていて、特に順位は意味ないと思ってください。僕が寝て起きたら多分順位がガラッと変わってるぐらいの、もう適当な順位付けなんで、まあ、僕の独断と偏見が入り混じった、全く参考にならないランキングだとは思います。結構長めの動画になるのが予想されるんで、今回10個選んだんですけど、10個中のトップ3を残した4位までの発表となります。それでは早速発表していきましょう。まずは第10位、ドン、こちら、おじさんとマシュマロです。この作品は特に雑誌に載っていた作品とかではなくて、僕もやってるんですけど、ピクシブっていうイラスト投稿サイトの中で投稿されていた、そこで話題になっていた漫画です。今はどうかわかんないんですけど、ピクシブ内でおじさんとマシュマロって調べれば、多分これとね、似たような絵が出てくるんで、ほとんど今はどうかわかんないけど、見れるんですけど、なんと、この漫画は70ページの書き下ろしが載ってるんですよ。しかもオールカラーで。まあその分値段も1000円ぐらいするんですけど、内容はすごく面白いです。なんというか、今まであんまりない経験なんですけど、このおじさんに燃えます。この OL さんじゃなくて、このおじさんに燃えます。マシュマロ好きのおじさんです。まあ言っちゃえば、ラブコメ?ラブコメって言っていいのかな?まあラブコメ要素の入ったおじさんとマシュマロ。ちなみにこの表紙なんだっけな、エンボス加工っていうのがしてあって、白地でまるでマシュマロのようなマットでなんか柔らかい手触りになってます。白なだけにね、外で泥団子とか触ってきたっていう手で見ると、だいぶ汚れがついちゃうんで取り扱い注意です。はい、続きまして9位の発表。9位はこちら。就職難ゾンビ捕りガール、原作者福光茂之さん。もともとこの福光茂之さんという作者の方はこれですね、僕の小規模な生活という、まあこの人漫画家本人さんのエッセイ漫画的なの、あともう一個うちの妻ってどうでしょうっていう漫画、まあそれもエッセイ漫画なんですけど、もともとご自身の生活の様子を作品にした作風と、あとこの独特なね絵柄で割とコアな人気があったんですけど、なんと今度はこの人がアクションものというかね、ゾンビものを描いたんですよ。舞台はまあ現代に近いのかな、現代の中で一度死んだ人がまた再びゾンビとなって蘇って、なんかその辺を徘徊してるっていう時代になぜかなっちゃったっていう設定なんですけど、ゾンビパニック系じゃなくてゾンビ日常系なんですよね。一応内容としてはゾンビ退治ものではあるんですけど、まあなんていうか福光茂之先生独特の味のある絵と、まあいかにももう福光さんだなっていうような感じのストーリー展開で、そしてこのキャラクターデザインね、もういかにも福光さんだなっていう感じの作品です。はい、どんどん行きましょう。続いて8位、こちら、ニーチェ先生、コンビニに悟り時代の新人が舞い降りた。まあこれはざっくり言っちゃえばコンビニバイトあるあるみたいな、深夜のコンビニでバイトしてる様子を描いた、まあこれも日常系作品ですね。でこれ何が面白いかっていうと、割とコンビニ以外でもあるバイトあるある、お客さんの理不尽さとか仕事の辛さとかが割と共感のできる漫画です。共感できる中でもこのもう悟り系と言われるゆえんがわかるんですけど、嫌なお客を撃退するっていうエピソードもあったりします。はい、ほいでもって7位、7位はこちら、磯部物語、来ました、ジャンプ作品。これはね、だいぶ前にジャンプの読み切りワンピースが休んだ時に代言として出された、もう多分本来ワンピースとか他の漫画に休みでもない限り、急遽ね休みがない限り世に出ることはなかったであろう読み切り漫画だったんですよ。当時ね、読み切り発表された時はネットでも割と話題になって、まさかジャンプでこんな浮世絵のタッチ漫画が載るなんてっていう話題になったんですよ。その後でも連載ってなった時、こんなん無理だろ、絶対失敗する、もうすぐネタつきんじゃねえのって言われてたんですけど、見てください、4巻出ちゃってますからね。これ一発屋で終わらない。しかもこの磯部っていうのがもう、まあ多分現代でいう中学生なんでしょうね。中学生ダメ、しかもダメな中学生っぷりがなかなか面白いです。ダメな中学生×侍江戸みたいな掛け合わせた、うまいことね、主人公のいいキャラ、そしてこの超人並みのなんかよくわかんない能力を持つ母親、メガネの中島、団子屋の看板娘さん、いろんな魅力的な、浮世絵なのに魅力的なキャラクターがたくさんいる、そんな面白いギャグ漫画。続いて6位、
ダーン、はい、こちらです。もぐささん、はい、こちらもぐささんね、あのこの女の子もぐさみのりさんが、まああらゆる場所で人に大食いだということをバレずに、まあいわゆるステルス食い、大食い女子っていうのは割と漫画の中でいたんですけど、その中でメタルギアのようなステルス要素、人にバレないという要素を組み込んだ割と革新的な漫画だと僕は思います。もともとウェブコミックのあのワンパンマン、これですね、最近も出ましたけど、このワンパンマンが載ってる隣のヤングジャンプっていうウェブ上の漫画サイト内であったんですけど、そっからヤングジャンプに移籍したっていうね、すごい大出世作。そして3巻ではね、新キャラのこの黒髪の女の人も増えたんで、だんだん面白くなってきた作品でもあります。はい、すいません、ちょっとねカメラの充電が一旦切れちゃって、あの日にちと服装が変わっちゃいましたけど、どんどん紹介していきましょう。続いては第5位、折り返し地点の5位です。これ犬屋敷、作者は実写版とアニメ化もしたあのガンツの作者奥博弥先生の新作です。今2巻まで出てますとね、わかりやすく言えば、このおじいちゃん、そしてこの少年、主人公はなんとこのおじいちゃんで、この少年もまあさ、今はこの巻では主人公みたいな立ち位置なんですけど、ざっくり言うとこの2人がいるところになんか空から降ってきた、そしたら2人ともサイボーグになっていた。まあサイボーグというか、もうほぼ精神以外全部オール機械、オール電化、サイボーグじいちゃん、サイボーグ少年になっていたわけです。ここでこのおじいさんはサイボーグになって、おじいさんはまあいわゆる人助けをしたりするんですけど、この少年はその逆で、力を得たことで簡単に人を殺せるようになってしまった。そしてまあ同級生、引きこもりの同級生をいじめてる奴らを懲らしめるために、そいつらをまあ簡単に言うと殺します。そしてもうなぜかどこぞとも知らぬ民家に行って、家族もそこにね、夕方帰ってくる家族を皆殺し、そこに居合わせたサイボーグじいちゃん、犬屋敷おじさん、さあこの二人が出会って今後どうなっていくのか、まだ2巻しか出てないけど先がどんどん気になっていくストーリー展開です。はい、続いてこの動画では最後第4位、まあこの漫画別に今年から始まったとかってそういうわけじゃないんですけど、ドン、書かない漫画家、今のところ全6巻、今12月なんですけど、確かもう今年も終わり頃に最終巻、多分最終巻の7巻が出ます。書かないのに漫画家っていうのはどういうことかっていうと、まず最初この人は自称漫画家、まあ漫画専門学校に通う学生、学生といってももう26歳なんですけど、まあこの人は口ばっかりで全然書かない、ある意味漫画家志望あるあるみたいな漫画です。読んでて耳が痛いじゃないですけど、そういう場面もたまにあります。まあ漫画家書いてる人であればわかる、共感はできるであろう生みの苦しみとかね、まあ妬みだとか、人の成功に対する妬みだとか、まあそして謎の自信だとかね、そういう部分がすごいうまく書かれてます。そしてもう最終巻ではこの主人公の、まあこの仲間たちですね、専門学校の仲間たちがどんどん漫画界に進出、成功していく様子を見て、最終巻こいつはどう変わるのか、そこが今の見どころ。最終巻、まあ僕基本単行本派なんで、どういう風に終わったのかはわかんないですけど、最終巻がすごく楽しみです。はい、というわけで以上で今回は第4位までの発表でした。次回は3位から1位までの発表となります。それではまた。